明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。これ光がこう促すので源氏は頼みばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま帰途に着いた。梅雨の多い道に暑い朝霧が立っていて、このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。暴飲の寝屋にいたままの風で優雅は寝ていたこと、その夜上がりにかけて寝た源氏自身の紅の一重にまだ巻かれていたことなどを思って、全体あの人と自分はどんな前生の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。馬をバカバカしく御していける風でもなかったから、これ光が横に沿っていった。鴨川の包みに来て、とうとう源氏は落馬したのである。失神した風で、家の中でもない、こんなところで自分は死ぬ運命なんだろう。二条の院までは到底行けない気がすると言った。これ光の頭も混乱状態にならざるを得ない。自分がしかとした人間だったら、あんなことを源氏がお言いになっても軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった。川の水で手を洗って水の観音を拝みながらも、どんな処置を取るべきだろうと反応した。源氏も強いて自身を励まして、心の中で御仏を念じ、そしてこれ光たちの助けを借りて二条院へ行き着いた。毎夜続いて不規則な時間の出入りを女房たちが、見苦しいことですね、近頃は平勢よりもよくお忍びをなさる中でも、昨日は大変お加減が悪い風だったでしょう。そんなで終わりになってまたお出かけになったりなさるのですから、困ったことですね。こんな風に短足をしていた。源氏自身が予言をした通りに、それきり床について患ったのである。重い容体が2、3日続いた後は、また甚だしい衰弱が見えた。源氏の病気を気こしめした帝も非常にご心痛遊ばされて、あちらでもこちらでも間断なく祈祷が行われた。特別な神の祭り、祓い、手法などである。何にも優れた源氏のような人は、あるいは短命で終わるのではないかと言って、天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった。病床にいながら源氏は右近を二条の院へ伴わせて、部屋なども近いところへ与えて、手元で使う女房の一人にした。これ光は源氏の病の重いことに転倒するほどの心配をしながら、じっとその気持ちを抑えて、馴染みのない女房たちの中に入った。右近の頼りなさそうなのに同情して、よく世話をしてやった。源氏の病の少し楽に感じられる時などには、右近を呼び出して今のようなどをさせていたから、右近はそのうち二条の院の生活に慣れてきた。
濃い色の喪服を着た右近は、容貌などは良くもないが、見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の縁から、その片割れの私も、もう長くは生きていないだろう。長い間、頼りにしてきた主人に別れたお前が、さぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があれば、あの人の代わりに世話をしたいと思ったこともあったが、私もあの人の後を追うらしいので、お前には気の毒だね。と、他の者へは聞かせぬ声で言って、弱々しく泣く源氏を見る右近は、女主人に別れた悲しみは別として、源氏に、もしまたそんなことがあれば、悲しいことだろうと思った。二条の院の男女は誰も静かな心を失って、主人の病を悲しんでいるのである。御所の使いは、雨の足よりも茂く参入した。帝のご心痛が非常なものであることを聞く源氏は、もったいなくて、そのことによって、病から脱しようと、自ら励むようになった。大臣も徹底的に世話をして、大臣自身が二条の院を見舞わない日もないのである。そして、いろいろな医療や祈祷したせいでか、20日ほど重体だった後に、予病も起こらないで、源氏の病気は次第に回復していくように見えた。雪暮れの遠慮の世紀の日数もこの日で終わる予定であったから、源氏は会いたくおぼしめす帝のご心中を察して、御所の殿居所にまで出かけた。退出の時は、左大臣が自身の車へ乗せて屋敷へ伴った。病後の人の謹慎の仕方なども大臣が厳しく監督したのである。この世界でないところへ蘇生した人間のように当分源氏は思った。9月の20日頃に源氏は全く回復をして痩せるには痩せたが、かえって縁な趣のそった源氏は今も思いをよくして、またよく泣いた。その様子に、不審を抱く人もあって、もののけがついているのであろう、とも言っていた。源氏は、右近を呼び出して、暇な静かな日の夕方に話をして、今でも私にはわからぬ。なぜ、誰の娘であるということをどこまでも私に隠したのだろう。たとえどんな身分でも私があれほどの熱情で思っていたのだから打ち明けてくれて言い訳だと思って恨めしかったとも言った。そんな風に
どこまでも隠そうなどと遊ばすわけはございません。そうしたお話をなさいます機会がなかったのじゃございませんか。最初があんな風でございましたから、現実の関係のように思われないとお言いになって、それでも真面目な方ならいつまでもこの風で進んでいくものでもないから、自分は一時的な対象にされているに過ぎないのだとお言いになっては寂しがっていらっしゃいました。ウコンがこう言う。つまらない隠し合いをしたものだ。私の本心ではそんなにまで隠そうとは思っていなかった。ああいった関係は私に経験のないことだったから、馬鹿に世間が怖かったのだ。御所のご注意もあるし、その他いろんなところに遠慮があってね。ちょっとした恋をしても、それを大問題のように扱われるうるさい私が、あの夕顔の花の白かった日の夕方から、むやみに私の心はあの人に惹かれていくようになって、無理な関係を作るようになったのも、しばらくしかない二人の縁だったからだと思われる。しかし、また恨めしくも思うよ。こんなに短い縁よりないなら、あれほどにも私の心を引いてくれなければよかったとね。まあ、今でもよいから、詳しく話してくれ。何も隠す必要はなかろう。7月7日に仏像を描かせて寺へ納めても、名を知らないではね。それを表に出さないでも、せめて心の中で誰の菩提のためにと思いたいじゃないか、と源氏が言った。お隠しなど決してしようとは思っておりません。ただ、ご自分のお口からお言いにならなかったことをお隠れになってからおしゃべりするのはすまないような気がしただけでございます。ご両親はずっと前にお亡くなりになったのでございます。殿様は三味の中将でいらっしゃいました。非常に可愛がっていらっしゃいまして、それにつけてもご自身の不遇をもどかしくおぼしめしたでしょうが、その上、寿命にも恵まれていらっしゃいませんで、お若くてお亡くなりになりました後で、ちょっとしたことが初めで、当の中将がまだ少々でいらっしゃった頃に、通っておいでになるようになったのでございます。3年間ほどは、ご愛情がある風で、ご関係が続いていましたが、昨年の秋頃に、あの方の奥様のお父様の右大臣のところから、脅すようなことを言ってまいりましたのを、気の弱い方でございましたから、むやみに恐ろしがっておしまいになりまして、西の右京の方に、奥様の目の戸が住んでおりました家へ、隠れて行っていらっしゃいましたが、その家もかなりひどい家でございましたから、お困りになって、郊外へ移ろうとお思いになりましたが、今年は方角が悪いので、方角よけに、あの五条の小さい家へ行っておいでになりましたことから、あなた様がおいでになるようなことになりまして、あの家があの家でございますから、わびしがっておいでになったようでございます。普通の人とはまるで違うほど内気で、物思いをしていると、人から見られるだけでも
恥ずかしくてならないようにお思いになりまして、どんな苦しいことも寂しいことも心に収めていらっしゃったようでございます。ウコンのこの話で源氏は自身の想像が当たったことで満足ができたとともに、その優しい人がますます恋しく思われた。